はようございますおはようございます、セブライフの友です。茶色豚、焦げ茶豚のね、玉がだいぶ大きくなりました。今生後5ヶ月いってないぐらいですね。4ヶ月3週間目ぐらいですが、だいぶモリモリしてます。すごい、もう2つ合わせるとソフトボールぐらいあるんじゃないかな。結構大きいです。で、なんかね、この玉、今まではね、玉なんか丸くなって、で、3ヶ月目ぐらいかな、こう縦長になってきて、で、今ね、なんかこう2つに分かれてるみたいな感じかな。長かったのが上の方にね、こういう感じで2つちょんちょんってなんかこうラインができて、どうした？大丈夫だぞ。どうした？はい、なんかね、縦長からまた進化してますね。ここにポンポンって。本当にめちゃめちゃ大きい。ゆで卵より大きいですね。まあサイズにもよるか。なんだろうな。ゆで卵がこう縦にビヨンって伸びたみたいな感じ。はいはいはい。ごめんね。触っちゃいました。餌楽しく食べてたのにね。ごめんね。ああ、ごめんごめん。はい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 。どうした？どうしたどうした？どれぐらいだろうな、大きさ。見た目はね、そんなには大きくないんですが、なんだろうな、なんか横にね、分厚くて、はいはい、あ、頭触られるとビビるんだよな。こう目で見えないからかな、耳で隠れて見えないところからこう触られるからかな。ごめんごめん。見えてるところから触る鼻とかだとそんなにビビらない気はするけど。はい、大きくなってね。お母さん豚が暴れてます。鼻はビビらないでしょう。まあまあ単純に触られるのが嫌って感じですね。よよよよよよ、すごいな。なんだろう、なんか本当にね、こう見た感じ、薄皮1枚っていう感じで、弾力はね、本当ゆで卵ぐらいの弾力。うん、まだ5ヶ月だから、あとどれぐらいだろうな、あと3ヶ月4ヶ月ぐらいしたら種付けできるようになるのかな。でもここではね、種付けなんだ、交配は AI ですね。AI 何の略だったっけな、なんとかインセミネーション、忘れちゃった。あ、アーティフィシャルインセミネーションか、人工授精ってやつですね。はい、なので自分がこうやってね、生殖器にぎにぎして、精液を取って母豚に種付けっていう感じになりますね。まあ、種豚が1頭いることでね、こう発情なかなか来ないお母さん豚の発情の誘発とかにもなるかなと思うので、まあどちらにせよね、種豚はいた方がいいかなあと。まあ精液もね、周りの豚小屋さん、母豚がいる豚小屋さんに売ることもできるので、まあまあいて、こんだけね、母豚もたくさんいたら種豚がいた方がいいかなという感じです。種付けは他の豚小屋さんから精液買うと1回で、2000
1800円ぐらいかかります。だからその分の種付けの種付け量が浮く、この子がいることによってね。まあこの子の兄弟もちゃうわ、同じ違うのお母さん豚もいるから種付けできないと思いますが、何頭だ、5頭か4頭は種付けできますね。はい、まあ何よりね、自分の母豚は本当発情がなかなか来なくて、普通にね2ヶ月3ヶ月来ないので、この子の力で、この子のね、なんだろうな、こう男性ホルモンで発情誘発してくれればなと思います。鼻の上に餌ついてるよ、それ目で見えてるけど食べないんだ、ほらここついてるよすごいボクサーみたいに綺麗に避けました。はい、ということでね、今日は、定期的にねやっている種豚の玉確認、生後5ヶ月前にしてもうだいぶ大きくなりました、動画でした。鼻の先ついてるよってどうでもいいんだね。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。なんかこれ汗かな、なんか白っぽくなってる、汚れかな。はい、ラスト、あ、おしっこしたんだな、びしゃびしゃ、もうすごい匂いがする。バイバイ。